皆さんこんにちは。今週も始まりましたワクワクキッズ、七田チャイルドアカデミーでおなじみの七田浩です。この番組では浩先生と呼んでください。今週のテーマは好き嫌いをしないということです。皆さんは、嫌いなものがありますか？小さなお子さんの場合ですね、ちょっぴり苦いもの、苦い味のするもの、そして、骨があって食べにくいもの、まあ、そういったものがですね、あまり好きじゃないという傾向があるかもしれません。またですね、アレルギーというのがありますから、好き嫌いをしないとは言っても、まあ、体質に合わないものはね、もちろん取らなくていいわけですし、まあ、こういったものがうちの子供のアレルギーなんだと分かればね、それを除けばいいわけですけれども、まあ、食わず嫌いということもあるんですね。なのでどういう形で食べるか、初めて食べるときにどういう形で食べるかっていうのも非常に、大きな意味合いがあると思います。色が嫌だとかね、そういったこともあるかもしれませんので、まあ、小さく刻んで、カレーライスやチャーハンの中に入れてしまって、あなたこの間から食べてるよっていうような作戦もあるかもしれません。まあ目的はですね、バランスよく何でも食べるという、好きなものをね、好きだからといってそればっかり食べるっていうような偏った食べ方をしないことですね。私の友達でですね、バナナが嫌い、メロンが嫌いっていう人がいるんですね。あんな美味しいものなぜかなと思って聞いてみたら、いや実は小さい頃好きだったんだけれども、もうたくさん食べすぎて、もう見るのも嫌になってしまって食べれなくなったというようなケースもあるようですのでね、まあ、とにかくバランスよく食べるということを心がけていただきたいと思います。そして、よく噛んで食べることも大事です。しっかり唾液を出すことでね、しっかり消化をするということも大事ですね。またですね、お母さんが作った料理をお子さんに食べてもらうだけではなく、料理を一緒にやってですね、材料を細かく切るところとかね、皮を剥くところとか、そういうところを手伝ってもらうとですね、自分も一生懸命作ったからちょっと食べてみようかなという気になったりするというふうにもなりますのでね、今日実は読む絵本はですね、そういった好き嫌いをしないというテーマでね、お母さんの料理の手伝いをして、元気で健康な体を手に入れる、抵抗力をつけるというね、そういうお話です。キッズのためのタレント養成所、シャナラキッズアカデミー。シャナラ TV でのレギュラー番組出演プラス、ボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はシャナラキッズで検索、フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。シャナラキッズアカデミー。お母さんなんか嫌い。ルーちゃんはご機嫌斜めです。お母さんが困った顔をして見ているけれど、ルーちゃんは口を開きません。だって今日の晩ご飯ときたら、焼き魚ってどうしてこんなに食べにくいのかな。骨はお母さんが取ってくれたけれど、小さな骨がちょっと残っていて、ルーちゃんの口の中をチクッと刺しました。お魚嫌い、人参も玉ねぎも大嫌い、ピーマンもキノコもお豆もみんな嫌いなのに。おや、ルーちゃんの周りで何かが騒いでいます。あ、バイキンだ。うへへへへ、この子また好き嫌いしているじゃ。ひゃひゃひゃ、体があんまり強くないから簡単に入れるにゃ。キキキキキ、よっしゃよっしゃ、みんな入っちゃい。
わあ大変、バイキンがいっぱいルーちゃんの体の中に入っちゃう。お母さん頭が痛い。ああルーちゃん風邪ひいちゃった。あんなにバイキンがたくさん体に入っちゃったからね。パジャマに着替えてお布団に入りましょう。だいぶお熱があってつらいね。お母さんが頭を撫でてくれます。ルーちゃんこの間もお熱が出たよね。バイキンに負けない強い体にならなきゃいけないわね。苦しいよ。お母さんどうしたら体強くなる？そうね、そうよ、好き嫌いをなくすといいんじゃない？え、好き嫌いしなかったら強くなれるの？お母さんはにっこりしてお話ししてくれました。あのね、食べ物ってすっごく大事なのよ。食べたものがルーちゃんの骨になって血になって力になるの。本当？人参も玉ねぎもお魚も？そうよ、食べ物には栄養がいっぱいあって、栄養はルーちゃんの体を強くして元気にしてくれるのよ。栄養いっぱい欲しいな。次の日、ようやくルーちゃんの熱は下がりました。ルーちゃん、今日はお母さん特製の元気もりもりミラクルスープを作るわよ。わーい、やった。ルーちゃんも一緒に作る？作る作る。ルーちゃんは張り切って人参を洗い、玉ねぎの皮を剥きました。水はとっても冷たかったけれど、じゃがいもも一生懸命きれいにしました。ことことと長い時間煮込んで美味しいスープの出来上がり。ルーちゃん何度もかき混ぜていっぱいお手伝いしたね。大嫌いだったはずの野菜もなんだか宝物みたいに思えたよね。お母さんの元気もりもりミラクルスープには野菜がたくさん入っています。ルーちゃんが洗ったり皮を剥いたりした野菜、勇気を出して目をつむって人参を一つパクリ。あ、甘い、柔らかくて美味しい。ルーちゃんはそれから何でも食べるようになりました。だって野菜って美味しいんだもん。ですって。何でも食べるとルーちゃんは体に元気がもりもり湧いてくるような気がします。お父さんがルーちゃんを肩車した時、ルーちゃんずいぶん重くなったねってびっくりしていました。お母さんは毎日栄養たっぷりの美味しいご飯を作ってくれます。あ、またバイキンたちがやってきました。ありゃりゃ、あの子前となんか違うじゃん。でもまあ行ってみるにゃ。危ない、ルーちゃんまた狙われてるよ。あぎゃ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 。わあすごい、バイキンがみんな跳ね返されてる。バイキンたちはルーちゃんの体に入れません。いつの間にかルーちゃんの体は元気もりもりになっていたのでした。しまい。みんなで元気図のコーナーです。イエイ。このコーナーではお家やお外でできる遊びを紹介していきます。ノリノリ先生です。ノリノリ先生。ミノ先生です。チーム元気図です。よっしゃ。さあミノ先生、はい、今日はどんな遊びを紹介してくれるんですか？今日はね、はい、ノリ先生最初はグーじゃんけん、はい、わーい、こうでしょ。今日はじゃんけん遊びをしたいと思います。じゃんけん遊びね。さあみんな、ちなみにじゃんけんが強いよっていう人いるかな？はい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 、はい、あ本当に？はい、じゃあちょっとテレビの前のみんなとミド先生で一度じゃんけん対決です。いくよ、はい、みんな負けないでよ。最初はグー、はい、じゃんけん、はい、グー。グーに勝つのはパー。さあグーに勝つのはパーです。もう一回、最初はグー、じゃんけん、はい、チョキ、
チョキに勝つのは、グー。そうです。じゃあちょっと連続でやってみるよ。みんなどれくらい勝てるかな。負けないでよ。いくよ。最初はグーじゃんけんほい。最初はグーじゃんけんほい。最初はグーじゃんけんほい。はい、じゃんけんほい。はい、じゃんけんほい。はい、じゃんけんほい。さあ、野井先生どれくらい、あ、なんか最後負けてる。全部勝ったっけ。あれ、なんか最後負けてたけど。あ、そう。みんなはどうやったかな。じゃあ今日は、はい、ね、この手だけのじゃんけんじゃなくて体、はい、全部を使った体じゃんけんをしたい。体じゃんけん、ね、知ってる子もいるかな。じゃあまずは体じゃんけん、グーはグー。お、なるほど、グーっぽいね。そう、そう、グーっぽいでしょ、うん、パーはパー、まあ、間違いないな、ね、パー。チョキは、はい、チョキ。おお、チョキ、チョキ。グーはグー。パーはパー。チョキはチョキ。グーはグー。パーはパー。パーはうん、さあ、もう覚えたかな。騙されるとこやったな。今日はこの体じゃんけんを使ってちょっとお友達とじゃんけんをしたいと思います。負けないぞ。さあ、行くぞ。じゃあ勝負だよ。行くよ。最初はグーじゃんけんぽい。あー、負けた。今のだった水戸先生はパー、ノリノリ先生はグーで、水戸先生の勝ち。くそー。さあ、じゃあもう一回行くよ。最初はグーじゃんけんぽい。いやー、今の美濃先生はチョキ。これはチョキだね。ノリノリ先生はパー。うん、サク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 。ということで美濃先生の勝ちです。じゃあ今から、うん、テレビの前のみんな3回体じゃんけん勝負をしたい。3回勝負だよ。さあ、3回全部勝てるじゃんけんチャンピオンはいるかな。いるかな、いるかな。じゃあ美濃1回戦、最初はグー、はい、じゃんけんどうでしょう。グーです。グー。さあ、2回戦いくよ。最初はグー、はい、じゃんけんほい。さあ、2回勝った方がいるかな。はい、ラスト、最初はグーじゃんけんほい。さあ、3回勝ったよってお友達、お、いるかな。お、結構いそうやな。ああ、なるほど。じゃあ、見えてる、結構いっぱいいるかな。じゃあ今日は最後にちょっと難しい足じゃんけんをやりたいと思います。足じゃんけんね。ちょっとお家やるときは周りに気をつけて行ってください。手をついて、まずグー、足を上げてグー。これがグー。チョキは足を、はい、チョキ。チョキ。パーは足をパー。パー。さあ、最後はこの足じゃんけんでちょっと一回みんなでやってみよう。難しいお友達はノリノリ先生と一緒に体じゃんけんでも、体じゃんけんで大丈夫、やってみよう。よし、じゃあまずはじゃんけんの練習で、まずじゃあせーのグーでいくよ。じゃんけんグー、うん、はい、じゃんけんチョキ、チョキ、じゃんけんパー。さあ、みんな足じゃんけんも覚えたかな。じゃあラスト、ね、3回勝負、3回じゃんけんチャンピオンを決めたいと思います。じゃんけん鬼、俺はなる。さあ、じゃんけん大会スタートです。いくよ。最初はグーじゃんけんパー。よし、勝ったぞ。さあ、水野先生から野井先生、どっちに勝っても大丈夫です。はい、どっちに勝ってもいいよ。2回戦いくよ。2回戦、最初はグー、はい、じゃんけんパー。サイトンパイトがチョキの人が勝ちやな。チョキの人が勝ち。じゃあラスト、最後だよ。さあ、最後勝てるかな。最初はグーじゃんけんほい。さあ、みんなどうやったかな。3回勝てたよってお友達、勝てたかな。お、お、じゃあ結構いるね。何人ぐらいいました。いっぱいいるよ。いっぱいいるよ。またこれもぜひやってみてください。はい、この後は解説でーす。大丈夫大丈夫。はい、解説です。今日はじゃんけん遊び、最初は普通の、ね、グーチョキパーの手のじゃんけんであったり、全身を使ったグーチョキパーの動き、そして最後は、ね、ちょっと小さいお友達は難しかったかな、手をついて足を上げて、ね、グーチョキパーのじゃんけん遊びをしました、ね、最初はグーじゃんけんポンって言われるとついついあのお家の方もおおなんか参加してしまったのではないでしょうか、ね、勝ったらおやった、負けたらまあなんかちょっと悔しいなと
なんか夢中になってしまったのでは、ね、お子さんとお家の方もなったと思います。で実はこの夢中になるのには理由があるんです。例えばお子様とじゃああそこまで競争やでと言って競争であったり、あとはじゃあちょっと真似してみてな、はいできるかなといった真似っこ、そしてちょっとじゃあお子さんブラーブラーといったこういった浮いた感覚、そして今日のじゃんけんどっちが勝つかわからない偶然、こういった要素というのは実は遊び、つまり体が動くだけじゃなくて心もうわ楽しいなとか自分からやってみたいなという要素が詰まっています。最近どうしても日常生活の中でもこれをしないといけない、もしくはね、わなんかあれをやらないとなといった自分から自発的に行うよりも誰かからしなさい、やらないといけないよって言われる経験が多くなります。その中でこういった自分の体、つまり前、心ですね、心からどんどん前向きに動いていく経験というのはとても大事になります。お子さんと手でじゃんけんするだけでも、ね、最初はグーじゃんけんポン、この手をしっかり動かす手の交通性も養いますし、大きいじゃんけんになるとより全身の動き、そして最後の足じゃんけんはしっかりと手をついて足をよいしょって上げる、この体が逆さになる経験をこの遊びの要素の中からどん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 膨らませていきます。このじゃんけん遊びね、お子様とお家の方でじゃんけんポンじゃんけんポンとするのもいいですし、お友達同士、あとはね、ぜひ保護者のお家の方同士でもやってみてください。では最後水戸先生とじゃんけんしますよ。最初はグーじゃんけんポン、ではまた。みんなこんにちは、今日はあや先生だよ、よろしくね。まずは魚編のカードを見ていくよ。最初は2文字の言葉だよ。これはコチ、コチはこんな魚だよ。これは寿司、寿司はみんなもよく知っている食べ物だよね。これはムツ、ムツはこんな魚だよ。じゃあこれから問題を出すよ。一番左の漢字は何て読むのかな。正解はコチでした。次は3文字の言葉だよ。これはスズキ、スズキはこんな魚だよ。これはスルメ、スルメは噛めば噛むほど美味しいよ。これはタナゴ、タナゴはこんな魚だよ。じゃあこれから問題を出すよ。真ん中の漢字は何て読むのかな。正解はスルメでした。みんなわかったかな？面白かったね。次はスポーツのカードを見てみよう。みんなはスポーツをしているかな？野球、サッカー、テニス、水泳、たくさんあるよね。他にはどんなスポーツがあるのかな？カードをフラッシュするよ。サッカー、ビリヤード、水球、卓球、野球、ダンス、テニス、バドミントン、ゴルフ、ボーリング、バレーボール、フットボール、ラグビー、バスケットボール、ハンドボール、アイスホッケー、柔道、相撲、レスリング、ボクシング、空手、アーチェリー、フェンシング、剣道、幅跳び、高跳び、ハードル、やり投げ、円盤投げ、砲丸投げ、棒高跳び、体操、カヌー、馬術、スキー、サーフィン、サイクリング、水上スキー、重量上げ、水泳、クリケット、スカッシュ、フィギュアスケート、ドッジボール、ゲートボール、ボブスレー、シンクロナイズスイミング、ローラースケート、登山、ハンググライダー。サッカーはね、11人からなる2組のチームが手以外の体の部分を使って相手のゴールにボールを入れて得点を競うスポーツです。ゴールキーパーは手でボールを扱うことのできる唯一のプレイヤーです。ゴールを守るとともに正確なキックやスローインで最初の攻撃者として攻撃に参加する大切な役目があります。基本技はキック、ドリブル、ヘッディングなどです。野球はね、1チーム9人からなる2組のチームが野球場で
攻撃側と守備側に分かれて得点を競うスポーツです。9回ずつ行いますが、攻撃側プレイヤーの3人がアウトになれば攻守を交代します。攻撃側プレイヤーが出塁してホームベースに帰ると1点になります。ゲーム中に雨など降ってその他の理由によって終了した場合は、5回終了していれば正式試合となります。得点を9回終了後に合計し、得点数の多いチームを勝ちとします。いろんなスポーツに挑戦してみよう。最後は歌の時間だよ。みんなは車を飾るとき何て言うか知っているかな？1台、2台だよね。じゃあ電車や船は何て数えるのかな？今日はオレンジキッズ3月号の中から乗り物の数え方を聞いてみよう。乗り物の数え方。車、バス、トラックの数え方は1台、2台、3台オートバイ、自転車、三輪車、一輪車車、椅子、ソリも1台、2台、3台電車、地下鉄、新幹線の車両は1両、2両、3両車両がつながったひとまとまりで1編成、2編成モノレールやロープウェイは一気に来3機エレベーター、エスカレーターも一気に来3機小型のボート、ヨット、カヌーは1艘、2艘、3艘1艇、2艇、3艇と数えることもあります。大型客船、貨物船、タンカーは1隻、2隻、3隻飛行船、宇宙船、潜水艦も1隻、2隻、3隻飛行機、ロケット、ヘリコプターは一気に来3機ハンググライダー、パラグライダーも一気に来3機人力車は一丁。このコーナーはこれでおしまいだよ。あや先生でした。キッズのためのタレント養成所シャララキッズアカデミー。シャララ TV でのレギュラー番組出演プラスボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はシャララキッズで検索、フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。シャララキッズアカデミー。はい、今日もゴーゴーゲンキッズの踊りを覚えていってみましょう。はい、今日はこのところをやります。この指とまめでもお腹甘さ、得意でも苦手でも関係ないさ。はい、この時指、ね、最初は人差し指を出します。2回目は親指を、ね、出してください。じゃあ通していってみましょう。じゃん。この指止まれでもお腹甘さ、得意でも苦手でも関係ないさ。こんな感じです。ミュージック、ミュージックスタート。
甘さ得意でも苦手でも関係ないさ走って転んでつまずいてへこたれても僕らの合言葉今叫ぼう Go on go on 元気みんな集まれば Go on go on 元気楽しくなる Go on go on 元気遊びは魔法さ Go on go on 元気いつの日にもどんな時も笑顔になる今日のワクワクキッズも楽しかったかな。またお家やお外で遊んでみてね。好き嫌いなく全部食べるぞ。じゃあまたね。またね。北摂を中心に7教室の教室をさせていただいているシダチャイルドアカデミーキャニオンマインドグループです。2017年4月末まで入室金無料で入室いただけます。皆さんお教室に遊びに来てくださいね。お待ちしています。山を見ている山形県。